はい、こんにちは。ラズダのベイアンです。林由香です。松江市内でテイクアウトできるラーメン屋さんのラーメンをご紹介したいなと思っております。おすすめどころを3つほどご紹介します。ラズダ、わー、1点目なんですけれども、ドン、じゃじゃん、中華そば小のつけ麺になります。こちら小行ったことある、はい、いや行ったことないです。すごく人気のお店なんですけれども、中でもね、塩つけ麺がド定番なんですけれども、今日はそれをテイクアウトしてきました。具材もね、入ってますね。チャーシューとか、岩のり、ネギ、麺が、こういった形で入ってまして、生麺ですね。はい、生麺ですね。こちらは茹でていただいて、味玉も入ってますね。これも見ただけで美味しいって分かるやつ、分かるやつですね。麺茹でて食べてみたいと思います。張さん、この美味しい作り方の説明書が入ってたので、これ通りに作っていきたいと思います。翔さん、沸騰したお湯で麺を茹でます。4分半から5分、お好みで。すごい生姜の香りが、ね、生姜のいい香りがするのよ。麺もね、もちろん太麺なんですけど、量が多く感じる味玉がついてますんで、これを入れます。いいですね。はい、これで出来上がりです。翔の塩つけ麺。そんな味がするわ。マジで。そのままですか。お店と変わらない味をお店で楽しめるかな。食べてみたいと思います。初生です。結構太いですね。いろいろ入ってて、生姜の香りもするし。今まで食べたことない味です。塩つけ麺なんで、だけど。あっさりしてるけど、しっかり味も出て、風味があったからふわっと鼻に抜けるんですよね。また、生ってこのチャーシューが美味しいんですけど。いいんですか、私が食べて。美味しいから。これちょっとね、あのね、さっきまで形があったんですよ、このチャーシュー。ほろほろのとろとろ。ほらほらほら、あ、ちぎれちゃう、ちぎれちゃう。あ、デリシャス、本当に美味しい。あ、歯がいらない、溶ける溶ける溶ける。チャーシューは飲み物だ。飲み物じゃない。そう、中華そば小とかは昨年移転リニューアルされたばかりのお店なんですけれども、移転を記念した新メニューでクリア豚骨ラーメンというのも登場しておりますので、移転後まだ行ったことのないという方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。2店舗目はですね、松江市北堀にあります麺屋ひばりのあごだし白湯ラーメン。出ました。私たち、そうね、前ね、取材に行って食べたよね、これね。いただきました。これすごく美味しかったんですよ、うん、店頭でしか販売されてないってことなんで、開けますとこういう感じです。で、麺が2色入ってるんですけれども、通常お店で食べる1杯分よりもちょっと少なめ。スープが濃縮タイプですね。さらに魚粉もついてると。プラス料金でチャーシューもくださいって言うと別料金でつけてくれるので、すごい、ご希望される方はぜひ一緒に注文してみてください。ひばりさんもパンフレットに美味しい作り方が書いてありました。これ通りに作ってみたいと思います。はい、ドボン、このままという、これで2分ですね。はい、どうですか。どうですか。茹でてみて。すがすがしい茹でですね。乾麺にない生麺独特の香り。今日は結婚式来たんですか。ゆかさん、撮影前に美容室に行かれたみたいなんですけれども、なんかすごく気合が入ってる髪型になってます。セットすると変わるんですよ。何が。見た目が。見た目はじゃ変わるでしょ。気持ちでしょ。気持ちが変わるとか言ってほしいな。ダメだな、私も。盛り付けたいと思います。バリさんのチャーシュー、おネギをね、はい、あー、彩りいいですね。魚粉を、そこに入れます。これをね、これがね、よりね、はい、こんな感じで作ってみました。いただきます。家でひばりさんのラーメンが食べれるって、香りがすごくいいよね。ほんと香りがたまらないです。おいしい。おいしい。そのまんまです。麺もコシがあってて美味しいし、スープがまた絡みますね。スープは本当にあごだしが出てて、白湯ならではのまろやかさもちゃんとありますし、シュワシュワやっぱ本当間違いない味。柔らかくてトロトロ系。麺屋ひばりさんなんですけれども、場所はちょっと分かりにくいところにありまして、北堀橋を渡った先にあるんですけれども、一方通行になってますので、ぐるーっとちょっとこう回っていく必要が、あります。あごだし白湯ラーメン、これはトビウオと豚骨で作った白湯スープのラーメンです。で、ここね、つけ麺ももちろんあるんですけれども、エビ混ぜそばっていうね、混ぜそばもあって、これがね、チーズトッピングで食べるとかなり美味しかったので、
ぜひそちらの方もね、食べてみていただければと思います。続いての3店舗目なんですけれども、はい、じゃじゃじゃーん、松江市大場にありますカモスの、汁なし担々麺のテイクアウトです。へー、汁なし担々麺の、美味しそう、まあ、スープというか、タレですね、縮れ麺が、ついてます。細麺ですね。はい、細麺なので、うん、今サービスで、はい、ライスか温泉卵がつくので選べます。へー、サービスでどっちつけるか、これもじゃあ早速食べてみましょう。はい、お家を作るときは麺をね1分半ぐらい茹でて、汁なし担々麺なので具材はほうれん草だったりとか、もやしもありますね、うん、もやしも入ってますね、ミンチも入ってるので、うん、お店の具材そのままといった感じです。ゆかはやし、今日白を着てしまいました。おっと、素敵ですね。いただきます。うん、おいしい。おいしい、うん、ピリ辛ですねこれ。お肉の香ばしさ、辛みはずっと続いてる感じです。細麺でしっかり絡むんですよ。スープだけじゃなくてお肉も麺全体に旨味がギューって入ってる感じです。僕はね、鴨さんはちょくちょく、あ、行かれるんですか。ええ、食べにも行くんです。へえ、おいしい、辛いし、うん、で、ご飯と温泉卵がついてるじゃないですか。こんな感じで、わあ、美味しそう。これを混ぜると一層マイルドになるんですよ。いいですね、黄身がこう絡まって。ほんとだね、ピリ辛を卵のまろやかさが包んでくれて、マイルド感が増しますね。汁なし担々麺の麺を食べ終わったんですけれども、今回はあのご飯も、いただいたので、これをスープにドカッとこうつけてですね、いやー、たまらない。はい、いただきます。リゾットみたいな感じ、ピリ辛のリゾットみたいな感じで、ほうれん草残せた方が食感がシャキシャキになって、そう、飽きなくていいかなと思います。鴨須さんはね、結構メニューのバリエーションが豊富なお店なんですけれども、黒ごま担々麺とかね、あと味噌ラーメンとかしじみラーメンとか、もういろんなラーメンが揃っているお店です。で、店内にはあのキッズスペースなんかもあるので、家族連れにもおすすめできるお店です。いや、いかさん、今日3つ食べましたけれども、はい、いただきました、ね、お店の味が結構どれもそのままって感じ。そうです、そうです、家で気軽に、ね、ショウさんもモスさんも食べたことがなかったので、だから他のメニューもね食べてみたいなって。あ、そうだよね、はい、今日あのテイクアウトしたやつ、もう本当ね、印象としては全部、うん、あ、なんか結構もうお店の味やっぱりそのままお家に持ち帰れるなっていう人だったので、うん、ぜひ皆さんね、店名と住所の方は説明欄の方に書いておりますので、テイクアウトしてね、お家で食べてみてはいかがでしょうか。じゃあまた、次の機会にね、ありがとうございました。さよなら。